ペトル・キリル・ルチンスキは、モルドバの政治家で、第二代大統領。ベッサラビアドイツ人。ベッサラビアのスタールイエラトリアヌイ村出身。1962年に、モルダビア国立大学を卒業した。1991年1月、ソ連共産党中央委員会初期に選出された。1991年から1992年まで、ロシア科学アカデミー社会。 政治研究所の専任科学職員、社会科学発展財団総裁代行として働いた。1992年から1993年は中路非常全権大使。1993年2月4日、第12期国会議長。1994年3月29日、第13期国会議長に選出される。1996年の大統領選挙時。 投票者の27.7%しか得票できず、辞典に甘んじたが、決選投票で、左翼、中道の支持を受け、現職のスネグル大統領に勝利した。1996年12月1日、大統領に就任。大統領在任時、国際圧力のかスネグル時代に始まった、経済改革を継続した。外交政策では、EC 加盟を施行し、 CIS 諸国とは距離を取った。しかしながら、経済面で実績が上がらず、裏ィミールボロニン率いるモルドバ共産党が議会で躍進することとなった。2000年7月、大統領を議会で選出するという憲法改正が行われた。2001年2月25日の議会選挙では、総議席101議席中、共産党が71議席を獲得し、第一党となった。 2001年4月4日、議会により、ボローニン大統領に選出され、ルチンスキーは退任した。現在、戦略研究、国際関係発展財団、ルチンスキーの総裁を務める。フランスのレジオンドヌール勲章、ギリシアの旧世主勲章、ギリシャ正教僧主教の霊病大勲章、ルーマニアのステイアウィロマーニエイ・イングラット・デコラン、勲章を受章。妻は、 元教員のアントニナ、二人の息子がいる。ありがとうございます。